さて、サイ、あなたはどちら側につくのかしら。前衛邪将、やはりそちら側のようね、サイとやる。俺が止めるってばよ。お前はサスケを探してくれ、早く。サスケ君は助け出す。サスケ君を連れ戻しに来たってわけね。お前を倒してサスケを連れ帰る。ここもいない。ナルトのチャクラだ。何かあったらしい。行くよ。影分身の術。精鋭邪士螺旋弾。さっきの勢いはどうしたの？あなたの力は、キュービの力は、少しは本気を見せてちょうだい。前衛邪士。またオロチマルか。さすがですね。僕の術を強引に振りほどくとは。見つけた。さくら。あんた本当は何が狙いなの？私たちを何回裏切れば気が済むの？この声。ナルトか、お前までいたの。カカシもいるの。カカシさんでなくて残念だけど、君をコノハに連れ帰る。カカシさん。サイ、あなたやっぱり。そいつが俺の穴埋めか。またぬるい奴が入ったもん。ナルトと俺のつながりを守りたいだのなんだの。今は自分の考えで動きたい。思い出させてくれそうなんだ、僕の昔の気持ちを。僕は君のことをよく知らないけど、ここまで必死に君を追うのには何か訳がある。君とのつながりを切るまい。ああ、分かっていた。だから断ち切った。俺には別のつながりがある。兄との憎しみっていうつながりだな。なんであの時俺を殺さなかった。全て断ち切ったつもりかよ、サスケ。簡単な理由だ。お前とのつながりを断ち切れなかったんじゃ。あいつに聞かされたやり方に従って力を手にするのが尺だっただけだ。お前に説明する必要はない。お前に言えることは、俺の気まぐれで助かっただけだということだ。そういや、お前にはほかげになるっていう夢があるんじゃないか。俺の気まぐれで仲間一人救えねえやつ、ほかげになんてなれるかよ。助けた。読み流し。全身から千鳥が。
で止める。ヤマト隊長、その防ぎ方失敗だったな。体がしびれる。千鳥を流しているのか。それで切れ味を極端に上げた上に、どうやら面白いことになっているようだ。チャンスだぞ、ナルトよ。どうした、何を躊躇しているのなのだろう。さあ、誰を殺したい。てめえは出てくんな。ぐずれ、俺にはもうお前の力なんか必要ねえ。今まで断るごとに、どこのどいつだ、封印を完全に解け。そうすればお前に全ての力を託してやる。内派の者か。今なら見える。これがお前の未知の力。ナルトの中のわしが見えるまでになるとは。どうやらシャリンガンを見るのは初めてではないらしいな。お前がキュービのようか。かつての内派マダラと同じだな。知るかよ、そんなやつ。最後になるかもしれんが、一つ言っておく。ナルトは殺すな。木遁、木上壁。お前の体はオロチマルに取られちまうんだぞ。そうなったら子供のままだな。復讐が全てだ。イタチは今の俺でもオロチマルでも倒せない。いくらでもくれてやる。話は終わりだ。君たちの手前、彼に手荒な真似はしたくなかった。もう本気でやるよ。オロチマル同様、里抜けした者を野放しにしとくわけにもいかないしね。彼を木の葉に連行する。お前たちはもういい。終わりだ。その術はやめておきなさい。さす、話す。こらこら、オロチマル様に向かってまたそんな口の聞き方を。やめる理由はない。今の暁の動きを君も知ってるように、木の葉の人たちには暁を始末しておいてもらいたいんだ。復讐の可能性を 1% でも上げるためだよ。行くわよ。泣いたってサスケ君は帰ってこないでしょ。私だって一緒に強くなる。時間あと半年近くはあるんだよね。人の方がいいに決まってる。ありがとう。さてこれからだな。なんですって、ナルトたちがサスケと。サスケは相当力をつけとったらしい。ナルトはまるで歯が立たんかったそうだ。ナルトはキュービカのダメージで十分に力を出せんかったようだ。それほど落ち込んでるわけ、サスケの方が上だと思ってましたし、サスケとの差を自覚したことでこれからの修行にも気合が入る。
サスケ君は助け出す。サスケ君を連れ戻しに来たってわけね。お前を倒してサスケを連れ帰る。ここもいない。ナルトのチャクラだ。何かあったらしい。行くよ。影分身の術。天影邪視。邪視。やはりそちら側のようね。サイトやる。俺が止めるってばよ。お前はサスケを探してくれ。早く。さて、サイ、あなたはどちら側につくのかしら。戦鋭螺旋弾。さっきの勢いはどうしたの。あなたの力は九尾の力。